そうですね、最低限ですね、やっぱりメロディっていうのは確実に正しく覚えた方がいいと思います。やっぱりメロディが違ってると、その曲を知ってる方が違ってるとかこう旗で言われますんで、最低限メロディがしっかり捉えて歌って、正しく歌っていただきたいと思います。それ以外はその方の個性、個人の性格がありますんで、いいところを伸ばしてあげればいいということです。それとやっぱり皆様一人一人の持ってる声っていうのは本当に世界に一つしかない声です。そういう意味じゃご自分の声に自信を持って歌っていただきたいと思います。よく私声が悪いからとか、いいから悪いからっていうのは声には関係ないんですね。よく世間ではちょっとガラガラのちょっとシャの入ったような声の、質は悪いというような、そういう感じがありますけど、そんなことないです。逆にそういうのを利用した選曲をしていただければ、逆にそれが生かされるということもありますし、決して透明感のある美しい声だけがいいというわけじゃありませんので、もう声が悪いとかそういうのはあまり気になさらないで、いいとこを見つけてこちらは指導したいと思います。はい、こちらの KR の本部になりますけど、こちらでは、個人レッスン、生徒さんがですね、お好みの時間帯を言っていただいて、他の生徒さんとの兼ね合いがございますので、スケジュール的に合えば、そこへ入っていただくということで、月謝制の月4回の方もいらっしゃいますし、3回の方、2回の方もいらっしゃいます。中には1回の方もいらっしゃいます。やっぱり遠くから通われる方はなかなか大変かと思うので、まあ、2回、月に2回ということでやってらっしゃる方もいらっしゃいます。いろんな形があります。で、土曜日だけ団体レッスンをこちらでやっております。団体レッスンは、課題曲っていうのがありまして、それを皆さんに歌っていただくということで、現在、小平教室、それから、東久留米教室、中村橋教室、そして練馬の教室と、4教室やらせていただいております。ぜひですね、お近くの教室に、お顔を出していただければ詳しいお話をさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせいただきたいと思います。私どもの越明の俳優教室は、非常に楽しい教室です。生徒さんも、声がいい方ばっかりです。ぜひ遊びにいらして一回体験してみてはいかがでしょうか。お待ちしてます。